公共曲第2番に単調作品40はセルゲイ・プロコフィエフが1925年に完成させた公共曲。プロコフィエフは1923年からパリに住むようになっていたが当時6人組が注目を集めていた。そのパリにおいてプロコフィエフの音楽は冷淡に扱われていた。そこでプロコフィエフは6人組よりも前衛的な鉄と鋼でできた。 公共局を作り雪辱を果たそうと考え、公共局第2番の創作に着手した。1924年の夏から秋にかけて創作に専念し、翌1925年5月19日に完成させている。初演は1925年6月6日にパリでクーセビツキーの式により行われたが、パリの聴衆の反応は冷淡であったと伝えられている。他 作曲家仲間たちも冷淡だった。ただ一人、プーライクのみが熱狂的な拍手を送ったという。プロコフィエフは衝撃を受け、自身の作曲家としての能力に初めて疑問を持ったと後に述べている。ソ連に帰国後の1953年、プロコフィエフは本曲を山岳賞に改作し、作品136として発表する構想を立てたが、 同年3月5日に休止したため実現することはなかった。アメリカ合衆国の現代音楽の作曲家、クリストファー・ラウズは本作を高く評価しており、自身の公共曲第3番を本作のオマージュとして作曲した。当楽曲は全2楽章構成となっており、第1楽章はそなた形式が、第2楽章は変奏曲形式がそれぞれ取られている。 このような楽曲構成法は、ベートーベンのピアノ・ソナタ第32番を模したものとの指摘も存在する。平均で約35分。ピッコロ、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、カスタネット、タンブリン、 小太鼓、シンバル、大太鼓、ピアノ、言語部当該映像の冒頭約10秒間、ロシア語アナウンスユー、演奏曲目、還元楽名称、指揮者名、リスト・オブ・プロジェクテッド・コンポジションズ、セルゲイ・プロコフィエフ、ダニエル・ジャフィー。ロンドン・ニューヨーク、ファイドン・プレス、2008、ピアニッシモ、211から212、エドワーズ、メアリー、ストリート、ルイス・シンフォニー・エクストラ。 I interview with Christopher l o w e クム。2016年11月30日閲覧。中田玲奈。セルゲイプロコフィエフ公共局第6番編法短調。作品111。アーカイブ曲目解説。千葉フィルハーモニー還元楽団。P1。2017年4月16日閲覧。当該記事は全3ページ構成。ありがとうございます。